い、皆さんこんにちは、マイニーです。本日の動画は私のネイルオフだけの動画になります。まあ1日通して付け替えるんですが、3本立てでお送りしようと思います。で、皆さんね、知らない間に私が爪がね、この緑になってるじゃんって思ったと思いますが、この時はちょっと時間がなくてパパッと付け替えたので動画はありません。ですが今回次付け替えるのは動画にしようと思いましたので、ぜひ今回はちょっとオフのみ動画ですが最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。それじゃあやっていきます。まあオフは何回か動画出してるんでいつもと同じものを使っていきます。でちょっと無言でやっちゃうかもしれないですけど、音だけ楽しんでもらえればいいかなと思います。さあ削り終わったんでアルミを巻いていきます。で、中指オフしてる時にシルバーのリング風のデザイン、結構ね凹凸のあるやつを削ったんですが、まあちょっとやっぱり厚みがある分削るのに時間はかかりますが、思ったほど硬くなく削りやすかったなって感じでした。やっぱジェル、そもそもジェルだから削りやすいのかな。さあこれで左手は置きます。で右手もこのままね削っちゃいたいんですけど、アルミ巻いてるから、アルミ巻いてるし、私今マスクしながら喋っちゃってるけど声聞こえるのかね。アルミ巻いてるからどうしようかなーって感じなんですよね。ちょっと一旦アルミホイルを準備します。私が使ってるこのアルミはもうそもそもカットされたやつをいつも使ってます。で、間に紙がね、こうやって入ってるから、紙だけ外してやってます。どうしようかなー。このまま削れるかなー。ちょっと削りにくいけど、削ろうかなー。右手やろ。ちょっとうまくできないかもしれない。ちょっと時間がかかりましたが、なんとか削りました。ということで、左手を外す前にこっちにアルミを巻いていきます。できたね、意外と。と利き手をやるのは時間がかかりますけど、巻きが甘いけどこのままいこう。さあ、はい、じゃあ左手を外します。
まあでも大体取れるか。だいぶちょっとアルミが緩くなってたけど、ちょっとアルミ巻いてるからすごいやりづらいね。やっぱ自分のネイルを変えるときって私すごい時間かかるんですよね。4時間5時間ぐらいかかるんですよ、片手ずつやろうって思うから。でもそうするとやっぱね、ちょっとね、時間がかかりすぎて疲れちゃうので、なんか日を、なんていうんですか、変えてというか、日をまたいで日をまたいでじゃないか、1日、左手、もう1日右手みたいな感じで2日がかりぐらいで完成させたりね、昔はしてたんですけど、やっぱね、あのやろうって思った時にやらないとやる気がなくなっちゃうんですねまあ思ったように時間が取れないとかなったりとかするので、まあできればその日のうちに全部終わらせるのがまあ一番いいんだろうなと思います。だからちょっと今回は左手削って右手もやってみたいな感じでやりましたけど、やりにくいから私ね、マシンで削るし危ないから、まあもしね、私みたいな今みたいな感じでやる方がいれば気をつけてやってくださいね。あ、でもなんか気持ちよく取れるね、いい感じ。うんうん、どう、綺麗に取れた。若干表面に残ってるとこもあるけど、まあこれは表面を整えるときに取れるでしょう。さあということで、右手はもう取ってもいいかな、どうしようかな、取ろうかな、やってみるか。さてとりあえずオフ終わりました。長さをどうしようかなと思ってて、短くしようかな、ちょっとだってやっぱ右、私右利きで施術も基本は右手でやるので、なんか右のここがね削れやすいから、まあちょっと右手の形に合わせながらやっていこうと思います。ちょっとこれは一回はけます。でキッチンペーパーを置いて、どうしようかね、長さは。この辺とかまだついてるしね、ここはまあさっさと削りゃいいかなと思うんで、ここも多分どうせ整えるからなくなっちゃうね。あ、物が落ちた、ここに入り込んでる。ちょっと今回やるデザインは丸い方が可愛いかもしれないから、丸でやろうかな、ちょっとだけ。丸か、久しぶりに丸やるね。もうちょっと短い方が可愛いかな。どっちに合わせようかな、こっちに合わせるか、こっちをちょっと短くしてこっちに合わせようかな。ピント合わない、さっきから全然ピント合わない、ね、丸いの久しぶりにやる、大丈夫かな。みんなこんなもんだから、ちなみに今カメラの充電があんまりされてなくてヒヤヒヤしながら撮ってます最後まで撮れないんじゃないかって思いながら。よし、一旦もうあとは削っていきます。丸いとかめちゃくちゃ久しぶり。こんな感じかな。あんまり細すぎなくてもいいから、
通に丸い感じで、まあラウンドほどではないけど、まあオーバルって感じですね、形は。ラウンドでも可愛いけどね。こんなもん？こんなもんかな？ちょっと一旦表面削ります。このスポンジファイル使ってる方意外と多いんですね。バイオのやつ。私これ一番好きなんですよね。このスポンジファイル。使いやすいし、結構持ちがいいんですよね。ちなみに私薬指もね、こっちがすごい巻いてる。こっち側は。だからね、形整えづらい、合わせづらいんですよね。みんなそれぞれ爪の形が違うから、すごい整えやすい方もいれば、やっぱちょっと癖が私みたいに巻いてたりとか、いろいろあったりして整えづらい方もいるので、しっかりね、こうやって確認しながらいつもやってます。なんか人差し指が細くなっちゃった気がするな。こんな感じかな。だいぶ綺麗になりましたね。あとは、際を、で私は今もうお腹が空いてきました。今お昼の12時ちょっと前ぐらいです。何食べようかなって。で私は最近決めたんですけど、揚げ物は月に2回と決めてしまったので、もう今月は食べることができません。揚げ物好きなんですけど、特に私は唐揚げが大好きなんですけど、もう食べてしまったので食べられません。あ、これ私がいつも愛用してるファンデーションブラシなんですけど、このポケットに入り込んだダストとかをこうね、かき出してくれるからめちゃくちゃいい。でこういう手のひらとかのやつは普通のこういうダストブラシでやります。はい、綺麗になりました。はい、ということでオフを全部し終わりましたが、なんと大変なことで、なんで今右手しか見せてないかというと、オフ終わって、まあ、ケアまで一応して最後締めのこう喋ってる動画をうっかり消してしまったので、途中でね、でももはや今左手見せれないんですよ、色がついてるから。なんてこと。まあ、とりあえず、そんなヘマをしてしまいましたので、右手だけでお送りします。右手はあんまり本当は見られたくないんですけど、ちょっと雑だから。ですけど、まあ、右手だけで、お送りします。次回の動画は、右手か左手のアート動画になります。こんな、ちょっとグダグダで ASMR をどうぞと言っておきながら、そこまでね、楽しめる音もそんなになかったのじゃ、なかったんじゃないかと思ってますが、いかがでしたか？とりあえず次回ね、まあ、片手ずつっていう感じで動画にしていくので、もしよければ見てください。では皆さん次の動画で会いましょう。それじゃあバイバーイ。